2階ね、階段を上り、地下2階にたどり着いた。巨人の気配はないようだ。2階来ましたよ。地上に近づいたからだろうか。地下3階よりもやや視界が明るい。下よりも少し明るい。ここも崩れた場所から光が入ってきているんだろうね。地上に近い分明るいのかもしれないよ。でもさらに上に登って続く階段は他の場所にあるってことか。また探すしかない。階段を、何よりエレンを。ミカサ、そうだね、きっと見つかるよ。ええ、とりあえずこの部屋に何かないか調べてみよう。談話室ね。そう、談話室。美しい絵画が壁に飾られているどこかの風景のようだ。森とそこに住む動物たちの絵みたいだね。見てるとほっとする雰囲気だな。少しわかる気がする。私も山で育ったから。そうなんだ、ミカサは山育ちなんだね。見て、ミカサ、向こうに何か落ちてる。あれはメモ。取りに行きたいけど、この床ひびが入ってる。下手に動いたら危ないかな。行こう。拾いに行こう。床にひびが入ってる。だとしてもよ。危ないからミカサはここで待ってて。なら私が行く。どうして？私の方が向いていると思った。畜生、戦力じゃねえってか。あなたは待ってて。まあ確かにな。床が。ミカサの足元が崩れる。すごい、崩れた瓦礫を蹴って。すごミカサ、大丈夫？いや、マジですごいわ、ミカさん。あの中で撮ったの？あんな落ちていく地面を蹴って戻ってくるなんて信じられない。私だったら絶対落ちていた。その時は私が助ける。心配しなくていい。ミカさん、なんて返そう。ミカさんが一緒で心強いよ。ちょっと頬がミカサの。それで、そのメモには何が書いてあったの？本当だ、しかもそれこの階の地図じゃないか。ここが今上がってきた階段だとすると、見て、この印、地下3階のメモのものと同じ。お、ここに仕掛け扉があるかもしれない。いいね。扉の先に何があるのかはメモが破られていてわからない。調べればわかる。そうだね。さあ、アイテムゲット。地図の左半分に破られた手書きの地図。なぜ破っているんだ。さて、ハサミを見つけた。そういえばずっと疑問だったんだけど、何？ミカさん、入団したばかりの頃って髪の毛長くなかった？そうだったかもしれない。どうして切っちゃったの？せっかく綺麗な黒髪だったのに。エレンがこの方がいいと言ったから。エレンは今くらいの髪型が好みってことなのかな。髪型ね。この部屋は一通り調べ終わったよね。地図以外には何もなかった。じゃあ仕掛け扉のあるらしい部屋に行こうか。さあ、ここか。ってことは一旦廊下に出るって感じかな。左右に伸びる通路、暗くて奥までは見えないが複数の扉があるようだ。あれ？いつの間にかジャケットの裾あたりが破れていた。どこかで引っ掛けたのかもしれない。袖か。大丈夫？血は出ていない。
そうだね、シャツも破れてないみたいだ。裁縫道具なら持ってる。けど、今は。うん、それどころじゃないよね。怪我さえしてなきゃ、こんなのこのままでいいよ。わかった、必要になったら言って。がさ。さあ。ちょっと、ハテナの箇所も増えてるんで、ちょっと他行ってみるか。瓦礫の影響だろう。床が大きく崩れてしまっている。これ以上先に進めそうな。なるほど。突然、建物が大きく振動を始めた。やばい。やばいですよ。なんだ？いや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 。いや、急に始まないで。いや、急。まずいまずい。瓦礫が当たる直前、体を引っ張られた。気を抜いていたらダメ。いや、そんなの急に起こんのかい。振動は収まったようだ。気をつけて進んでいこう。いや、それあるんかい。ちょっと、喋ろ。どこにいるの、エレン。もしかしてもっと先に進んでる？先に仕掛け扉が開いているか確かめた方がいいのかもしれない。一旦ちょっとこの、ブレイクタイムで。まずいのよ、今。せっかくだから何か話してみようかな。さて。ハンネスさん聞いてみるか。中東平内の人でエレンと私の命の恩人。リーバイ兵長は聞けねえな。アルミ。アルミは頭が良い。エレンや私よりもずっと。なのにアルミは自分の能力を過小評価している。よし、とりあえずミカサの信頼度を上げて、クリスタも行くか。急いでるな。生き残った大切な同期の一人。みんなに優しい。やっぱ同期のことは、お、まだ話せるぞ。最後に子供時代聞いてみる。エレンの家でエレンと一緒に育った。アルミもよく一緒にいた。懐かしい。よしよし、お、まだ話せるぞ。ミカサのこと聞けないからな。エルズニルジを聞いてみるか。分かった。地下にこんな空間さえなければエレンを見失うこともなかった。あなたと話せてよかった。また話そう。よしよしよし、これでちょっとは。あなたのことは訓練兵の時から知っているけど、こんなに話したのは初めて。あなたと話すと気持ちが落ち着く。なんだか不思議。こんな状況だけど、あなたを知ることができてよかった。よし、めっちゃ下がった。これはでかい。よかった。缶詰がいくつか残っていた。缶詰があるよ、ミカサ。食べる？私は平気。まだ空腹じゃないから。あれ、缶詰は、こっちの世界にはないみたいな話なかったっけ？そっか、わかった。食べ物を見て、サシャを思い出すのは、最初の印象のせいなのかな。お、サシャ。棚の奥に火打ち石を発見した。お、地下は暗いから使い道ありそうだ。持っていこう。お、え、これでつけられるのかな、もしや。お、でももう壊れちゃった。壁に文字が刻まれている。聖なる乙女、その血潮、我を守る盾とならん。なんだろうこれ。死？歌詞かもしれない。歌か、確かに。この文字も例のメモと同じ人が書いたんだろうか。歌。木箱の隅に文字が書き殴られている。食台からわずかな明かりが届き、文字を読むことができた。お、正しき数の
四角き石をはめ込め、さすれば道は開かん。いや、ちょっと待って。相変わらず急にメモが必要になるぜ。え、なにこれ、むずそうなんだけど。1、3、5。え、左の1、2、3、5。中、1、3、5。え？いや、急になんかむずくなってきたぞ。左1に、この文章は何だろう。とりあえず頭の片隅に置いておこう。情報 3×5 の四角を手帳の情報に書き入れました。客室、この部屋を調べよう。うん、わかった。絵画の裏に文章が書かれているのを発見した。出たよ。ちょっと待ってよ。右1、2、3、4、5。引き出しを引いてみたが途中までしか開かない。中で何か引っかかっているようだ。わずかな隙間しかなく手を入れることも難しそうだ。うん、なんかありそうだね。ちょっとこのブレイクイングタイムが大事だから。入団理由聞いてみる。調査兵団に入ると言ったエレンを最初は止めた。でもエレンは聞かなかった。だから私も入ることにした。なるほどな。サシャ聞く。これみんな生き残った大切な同期の一人って言うんだね。最初ベルトルトで聞いたけど、よく食べ物の話をしてる。いや、何気にミカサも同期思いよな。じゃあライナー聞くか。分かった。エレンも彼のことを信頼しているみたい。ダラ、何ミカサ。どうしてそんなに私のことを聞くの。今はそんな状況じゃないと思うけど。ミカサのことを聞くのは。ミカサと仲良くなりたいから。ミカサ？前にも話したことはあったと思うけど、訓練兵時代にはあまり話せなかったから、話すのは悪いことじゃないと私も思う。話していると注意力が散漫になることもある。注意した方がいい。あなたと話せてよかった。また話そう。オッケーオッケー。ちょっとずつね。なんだって？そんなものを何に使うの？細いところを調べるときにって使えるかなと思って。あったね。細い木の棒。あれどこだったっけな。棚をくまなく探してみる。荷物をどかすとそこには。出た。何やら仕掛けがある。どうやらこの棚は仕掛け扉のようだ。地図は正しかったみたいだね。情報、地下2階物置きの、はいはい。あ、確かに。床の埃に偏りがない。扉が長いこと開いていない証拠だね。ミカサは悲しげだ。エレンの痕跡が見つからないことを憂いているのだろう。なんて励まそうか。それとも気づいていないふりをした方がいい。どれだろうな。エレンの手がかりはきっと見つかる。まだ調べていない場所もあるし、一つ一つ当たっていけばきっと何かわかると思う。あまり効果がないみたいだ。これじゃなかったか。扉の仕掛けを解く方法も探さないといけないしね。何か道具がいるように見えるんだ。まずはこの部屋をよく調べてみない？ええ、調べてみよう。クソ、違ったか。さあ、じゃあここはちょっと出た方がいいかな。さあ、うわ、なんか絶望上がった。来た。急に来るのよな、これ。よかった。あ、グッドか。
割と早めに入れたと思ったんだけどな。大丈夫なら行こう。引き出しを開いてみたが途中までしか開かない。わずかな隙間から細い木の棒を差し込み中を探ってみた。引っかかりがなくなり引き出しを開くことができた。来たぞ。中から9つの立方体の石が出てきた。これはあの仕掛けに使えると思う。多分そうだと思う。早速行ってみよう。さあ、いろいろヒントあったんだが、今ならこの扉を開けられそうで、やってみよう。ちょっと待って、まあやってみるか。時間があんのこれ。キーワード組み合わせ、答えを導き出せ。この四角い石はどうやって使う。穴にはめるだと思うけど、どうやって正解を導けばいい。ちょっと待てよ。いや、これが、分かってないんだよな、正直な。どうやって正解を導けばいいなんだが、書かれていない数字かな。それは違う。こっちにして。相棒の絆が高いと、シナプスリンクで誤ったキーワードを選んだときに、訂正してくれることがあります。訂正は必ず発生するわけではないので、キーワード選びは慎重に選びましょう。塗りつぶすなんだ。ちょっと待って、塗りつぶす、こう。つまり答えは、わかった。そういうことか。ああ、なるほど。だから、塗りつぶすってことね。要はあれだ。デジタル数字ってことね。なんで、左の列が左1、2、3、中3、1、2、3、4、5なんで、4。4スタート。これだな、多分。真ん中が1、3、5、1、3、5、1、2、3、4、5。だからいいんだね。435だ。OK。デジタル数字だ。なるほど。だから右側12345だと1になるってことなんだ。なるほど。それぞれの列には同じ数が入るから。左の列には4を3つ。中の列には3を3つ。右の列には5を3つ。扉が開いた。よし。仕掛け扉の先に階段はなく、代わりに通路が伸びていた。なら、扉がある。1、2、3、4つ。うん、見た感じどこも崩れてないみたいだね。つまり、この辺りにもエレンはいないということになりそうだけど。でも全部の場所を見よう。どこにエレンの手がかりがあるかわからない。そうだね、行こう、ミカさん。漫画原作ゲーム、映画小説原作ゲーム、不定期生配信ではデッドバイデイライトを中心にさまざまなゲームをしていますので、他の動画でもダラダラしていてね。登録力、おそらく8万5000まで上がるはずだ。バカな、まさか、まだ上昇している。